おい、暗くなってくぞ。あいつのせいか。聞いたことがある。いろんなものに擬態して獲物をおびき寄せ襲いかかるモンスターミミック、その中に機械のエネルギーを好む変種がいるってな。エネルギーがなくなると強いモンスターが出てくるんだろう。それだけじゃない。ミミックは暗くなると凶暴になる。ああやって動力チューブに張り付かれたらどんどんエネルギーを食われて暗くなっちまう。失ったエネルギーを取り返すにはバッテリーミミックを倒せばいいはずだ。さあ行くぞ。
や、Thank you.
ミストが荒れているわ。大物が近いな。さすがは将軍閣下。裏切り者だ。どうだかな。この目で見たわけじゃない。兄さんが見た。レックスか。二つ下の弟がいると言っていた。そうか、君なのか。彼はあれからどうして。死んだ。残念だ。お前がやったんだろ。君に真実を伝えるのが私の務めだな。ラバラスさんにいるだけです。急ぐぞ。おしゃべりしてる暇ない。無事でしょうか。大丈夫です。でも調印式が終わっていたら。将軍、いえ、そこそこ先に行ってください。マジで待っていたんだ。まずらず将軍の方法のために。どうしてあなたが、なぜこんなこと。陛下は売国奴だ。双子の弟？できすぎだ。回りくどい陰謀だが筋は通ってる。あいつ似てたしな。信じられるか。無理もない。私がレックスを巻き込んだのだ。すまなかった。あんたの仲間扱いされて、兄さんは何もかもなくした。今さら。私はいい。彼を信じてやってくれ。彼は立派な若者だった。最後まで祖国を守ろうとした。いや、弟を守りたかったのだろうな。あんたが決めるな。ならお前が決めろ。楽になれる方を選べばいい。どうせ戻らない。
ダルマスカの風がこれほど懐かしいとはな。ここどこだ。どうやら東ダルマスカ砂漠だ。日上がる前にラバナスで戻るぞ。構わんな将軍。ああ一刻も早く戻りたい。人々は私を恨んでいるだろうが果たすべき務めがある。
世話になった。俺なら人混みは避けるね。この町ではあんたは未だに裏切り者だ。反乱軍はすぐに私を見つけるだろうな。縁があったらまた会おう。レックスの墓参りをしたい。脱獄囚なんだからな、当分おとなしくしてろ。魔石はいいのか。好きにしろ、あれは縁起が悪い。後悔してるのよ、あれを狙ったせいで面倒に巻き込まれたから。くれるのか。俺のだ。じゃあ聞くな。お嬢ちゃんによろしくな。しばらくラバナスタにいるわ。なあ兄さん、バッシュを信じていいのかな。さっさと売ろう、こんなもの。まあ売る前にパンネルに見せてやるか。心配かけたし。この時間ならミゲロさんの店にいるよな。